レスリングでは東京オリンピック金メダリストの川井友香子がパリへとつながる世界選手権代表選考会へ。今大会階級を上げて挑んだ川井、しかし決勝で敗れ、パリへの道は険しいものとなりました。よくここまでできたなと思います